がとうございます。もう今日からねコールがついに解禁されまして、なんかもうめっちゃ気が抜けた。コンペイト、そうめっちゃ気が抜けて、もうやばい、あマジで気抜けてる今。なんかそのなんていうんですか、コール解禁もそうやし、コールのこんな可愛い子初めて見た、絶対そうやろこういうこと言うから。なんかその大事な日じゃないですか、言ったらこんな大事な日にそのセンターに立たせてもらうっていうのもあったし、1ヶ月半ぶりくらいの B2 公演っていうのもあったし、もう何ヶ月ぶりのセンターやしっていう、なんかもういろんないろんなことが重なって、いろんなことがガッてきて、なんかほんまにもうここ数日ほんまにずっと緊張感でずっと気張ってて、ほんまにそれが一気に気が抜けました。なんか空いてる。明日は9期生公演ですね。なんとゆうみさんが出るんですよ明日は。もう完全復帰なの？完全復帰かどうかで言うと、まあ、ちょっと足見せるのあれですけど完全復帰かどうかで言うと、まあ、こんな感じ。まだ全然テーピング貼ってます。完全復帰じゃないんですまだ、ごめんなさい。いやー、わっ、ほうさん、クマありがとうございます。足見れるのは貴重だ、死ぬ。しっかり目にテーピング貼ってますわ。気抜けた瞬間に痛くなった、いってーってなって。かわいい足やな、足にかわいいとかあんの。でもあさってのね、ナンバラエティ公演はてますけど、11日はちょっと昼夜なので出れないですね。昼夜はちょっとまだ避けてまして、危ないから。そうでも B2 って昼夜ばっかりじゃないですか、ほとんどだから全然出れないんです。久々にありがとう、こちらこそ。ハブツインお揃いだったね、足頑張って治療してますよ。でもね、なんかね、担当の先生がいる日にね、仕事が入ることがすごい多くて、最近行けてないんです病院。そういきなりユミさん降臨ですよ皆さん、楽しみだね、やばすぎやばいな、ワクワクする。片方だけ出るとかあかんの、どうなんですかね。ね、インフルも流行ってるらしくて。わっ、歩む、クマありがとう。リプリップル2曲目を運営にお願いしてみて、それはちょっとアイカに、あ、星さん、クマありがとうございます。ちょっとアイカにね、そんな権力はないので、ぜひかりんさんに言っていただいた方がいいと思います。インフルやだな。いや、アイカもマジで世代交代前夜公演でしたっけ、マジで出たい。コールで最初音聞こえんかったの、そうなの、何も聞こえへんくて、だからちょっと今後はね、対処法を大人の人と考えました。そう、めっちゃ手もでもやりたい。あれなんやろ、飲み物飲んでるとこ見んのってカエルかなんやろ、まあ知らんけど。渋谷のタワレコのイベント券もらってきてありがとうございます、楽しみ。
もでも、誰やろ、まいちゃんとかアンジュとかとやりたいの、わかにゃんとか、おにぎらずの誰かとやりたい。あ、まひるん、くまありがとう。くまひるん、横浜アクション追加したわよ、ありがとう。リクワは入れてほしい曲、入れてほしい曲というか、あんまりこういうのってあれなんですけど、入れてくださいっていう言い方はだからしないです、今から言うのは。また8人で選ばれし者たちが歌いたいなー、あー、また8人で選ばれし者たち歌いたいなー、あー、またシオンと蜃気楼やりたいなー、またシオンと蜃気楼とかやりたいなー。あ、別に入れてくださいって言ってるわけじゃないですよ、独り言。独り言ですよ。確かにコールありのナンバトルグループ公演とかいいっすね、言っといてください。新キロ投票できるの、そう、なんかあのNMB の楽曲だけの部門、それがメイン企画、メインイベントなんですよ。 NMB の楽曲だけのビッグアワーとはまた別の特別企画で、劇場公演のビッグアワーがあるんですよ。それもあるんです、また特別企画で、両方で投票できるんです。で、蜃気楼は劇場公演の方です。またシオンと蜃気楼やりたいな、選ばれし者たち歌いたいな。そうそう、私用意のものもあるんですが、すごくない？うんうん、そうなんです。あのね、劇場公演に入っていただくと、なんと投票券がもらえるんですよ。今日の公演 IP が楽しそうですごくよかった。楽しかった。なんかママとか家族がいつもね、公演の時 DMM 見てくれてるんですけど、ママがなんかすごい愛花がアイドルって感じやったみたいな、すごいアイドルって感じですごい楽しそうやったっていう LINE 送ってきてくれてました。バラの果実は入ってないよ、天使と桜とかは。でもお高いんでしょ。それはルームスで言うわ。この話題はルームスで言おう。この話題はルームスにしよう。あ、ランディさん、クマありがとうございます。序盤でもう可愛すぎて、やん、すぐそこにいたね、すぐそこにいたね。ルームスをな、何夜やと思ってる。え、シャメ会当たったので、うおー、誕生日じゃん、しかも楽しみですね。卵のお腹痛いのはね、一口だけだったからすぐ治った、よかったよかった。今年のゼータンディーなー、悩んでるんすよね、何色にするか。エンドロールはでもさすがに違うと思いますよ、入ったとしてもね。アイピのシャメ券届いたよ、わーい。シャメ会何のポーズしよう、考えといてくれ。デザインいつまでに描くの、まあ、4月中旬ぐらいまでに描ければ。ミカニャンの生誕祭入りたい、ついでに投票権ゲットして、ああ、どうぞどうぞどうぞ。
そうですよ、ナンバラエティではなんといっても皆さん、あの北犬がありますからね。うえー、セブンオブナインさん、熊タワー、わー、ありがとうございます。ごめんなさい、めっちゃホワイトコードがなくて、いつものあの、うわー、ない、うわー、ごめんなさい、ありがとうございます。あの最前に今日も入ってくださっててありがとうございました。セブンオブナインさん、熊タワー、ありがとうございます。うわー、お詫びと言ってはなんですけど、八つ橋をお見せします。山八つ橋お見せします。未来さん卒業したら DD にやりそうな予感。じゃあそれはあれですね、 B2 推しになっていただいて、あわよくばアイコン推しになっていただいて、八つ橋です。うわ、もんちゃん、くまありがとう、もんちゃんありがとう。あ、そう、何グラや、何グラちょっと考えてて、何グラ、何グラ、何がいいと思いますか。アイドル戦隊 NMB ナンバーサーティーか、結成、その必殺技は初見です、気になったので寄ってみました、ありがとうございます。 NMB のファンの方ですか、じゃなくて、うわ、違うんだ。うわ、ありがとうございます、来ていただいて。なんかあれですかね、なんか流れてきたみたいな。ほんと今ホッとした、いい顔してるの、ありがとうございます。ホッとしてる、めっちゃホッとしてる。どうしよっかな、そう、今回の何回の動画なんすよ、10日までやっけ、まだ間に合う。必殺アイドル前髪の作り方ありっすね。いや、ありやな。いや、でも撮らなあかんからな、ちょっとそれ撮んのはめんどくさいな。めんどくさいなとか言って、でも今回の景品なんか豪華やったよな。初めて配信で B2 見ました、 ありがとうございます。うわ、湯川学さん、あー、湯川学さんも、クマありがとうございます、クマありがとうございます。うわ、すいません、ちょっとないので、八つ橋です、お見せします、ありがとうございます。今日も入ってくださってて、なんか途中すごいサングラスかけてませんでした。なんか曲感のなんかね、今日改めてアイピ可愛いと思って、 ありがとうありがとう。前髪が縦に、あ、なるほど、ありですね、前髪を縦に、眩しかったので。ちゃんと持ってきてるのが面白いわ。前髪で何を防御するかやな。まあ、なんかキャメロンが眩しかったので。バリおもろいやん。客席をよく見ていますね。そう、公演、1回の公演ではね、あの客、お客さん全員と目を合わすっていうのが愛花の目標なので。ネイルは今日もマイポリッシュ、今日は違いますね。なるほど、どこのかわからない水色のやつにキャンメイクのキラキラを重ねてます。神セブン言うてたけど神ゼロやと思ってた。確かに、
えるか。どう今の変えるか。ガオポーズください。申し訳ないがスクショタイムというものは設けないのでね。初期はやっていたが、申し訳ないがスクショタイムというのは設けない系アイドルです。俺は昨日ちゃんと IP チワワもらって、 IP チワワ買った、 IP ウチワかチワワになっちゃった。カエルポーズください。あ、無理です。これ聞いて気持ちよかった。もう嬉しかったですね。やっぱりもうみんなが裏で、まこちが影穴してる時にもうみんな裏でざわざわしてました。アイピがいるといつもの公園に花が出る。そんなことないっすよ。握手会ってわ、どうなんやろう。手袋姫やめてチワワになる、絶対やだ。チワワ死ぬ。初コメそれでいい。スクショタイムとか懐かしい。ビッグ星チワワ初見です。おお、ありがとうございます。紹介できました、ありがとうございます。嬉しい。56分、ギョイ。そう、ダン今日私初だったんですけど、私がやるのめっちゃ楽しいな、あの曲めっちゃ、わ、めっちゃ得意なやつやと思ってたって思ってやってた、やってる時。いや、なんかね、コールに聞き入ってて、あ、1週間ね、コールに聞き入ってて入るの遅れたというか、聞こえなかったんですよね、音が一個も聞こえへんくて。イントロはめっちゃちっちゃいじゃないですか、音ツッツッチャッチャッチャーみたいな、それがもう一個も聞こえへんくて、で袖に、幕袖にいたスタッフさんも聞こえなかったらしくて、なんかスタッフさんも急に始まってびっくりしたらしいんで、なんかちょっとそこはね、対処法を皆さんみんなでちょっと大人の方と一緒に相談して考えたんで、次から大丈夫だと思います。いや、ダンめっちゃ得意っすわ。ダンコール難しい、確かに難しそう。でもなんかね、得意分野の曲来たと思って。めっちゃ得意分野でした。じゃあ先ランキング読みします。13位ゆうさん、ありがとうございます。12位しんやさん、ありがとうございます。11位いっかんさん、ありがとうございます。10位ほしさん、ありがとうございます。9位まひるん、ありがとうございます。8位ほのかちゃん、ありがとうございます。7位あゆむ、ありがとうございます。6位ほうさん、ありがとうございます。5位もんちゃん、ありがとうございます。4位まきしさん、ありがとうございます。3位ランディさん、ありがとうございます。2位ゆかまのぶさん、ありがとうございます。そして1位がセブンオブナインさん、ありがとうございます。うわー、今日来てくださった方もね、いっぱい来てくださって、ありがとうございます。確かにダンはね、凍らなくてもいいかもしれないですね、蜃気楼と。ダンで凍るするのは蜃気楼で凍るするようなものだって。確かに蜃気楼で凍るなったらな、聞こえにくいかも。今何時ですか。もう59分とかなるかな。いや、これからも皆さんまた B2 公演もいっぱい来てください。あと30秒ぐらい、やば。スワンボートもコールむずい、確かにコール難しそうやなって思いながらやってた。ありがとうございました。また見てください。ではでは、ありがとうございました。これな、終わるまでが長いよな。ありがとう。切ります。ありがとう。